平成百景は2009年4月中旬に読売新聞総監135周年を記念して選ばれた新たな平成時代の景観。風景写真家、竹内俊信の監修のもと300カ所の写真付き候補地を選出し1月上旬に提示され読売新聞市場と読売オンラインで投票を募った。 応募総投票数は64万2314票。地域振興を図るという企画の趣旨に鑑み、地域バランスを考慮。さらに平成になって、生まれたり、再生、見直されたりした警官がも重視資格選考委員が、強く推薦した警官を加えて、審議、最終決定し4月16日から17日の2日間に、渡り紙上発表された。 その結果、得票数30位までは全て選ばれ、得票数100位までのうちでも約7割が選ばれたが、得票数順に上位100カ所が選ばれたわけではない。また、候補地提示は、紙面の都合とみられるが1から2行の紹介文と、切手より一回り大きな程度の写真を伴ったものであった。2009年5月30日横浜市で、 上位10位の各地元代表として、知事や市町村長に、読売新聞から認定証が渡され、認定は、最初のステップ。地域活性化、景観の保護、保存の次の段階に進んでいただければ、との胸の挨拶もあり、その後参加者による、平成百景サミットを開き相互の連携の、可能性も話し合われた。第1位富士山、第2位小選挙 第3位、とこ富士山小泉郷しれと,ことわだこ、おいらせ川合唱づくり京都の寺社姫路城上,上高地、函館の夜景大勢高千穂強、宮島甲府盆地の夜景秩父夜祭り。縄文杉東京タワービエのお隠しろ出現、白崎海岸伊勢神宮阿蘇山黒部ダム霞ヶ浦の、ほひき船そきの滝日光の舎寺、杉並木金大京東京ディズニーリゾート、 ザオーさんご証言爆ドーム特評順位は非公開。順番は掲載順。読売新聞東京本社社長を含め10人からなる選考委員会で選考された。読売新聞総会135周年を記念した。この企画には下記の団体なども講演、協力した。読売新聞2009年5月31日13、S 版38面。 平成100景あなたが選ぶ新時代の日本の風景読売新聞読売オンライン2009年6月1日閲覧ありがとうございます